レースジャーマンボルジャーグランドグランドグランド優勝。よしよし、最近ぐらいにやってまいりました。ムーディーやね、なんかね、素晴らしい。カメラが回らないとね、俺たち6人でご飯食べに来ないんで、なんか俺もうもはや撮影でも嬉しい。もう早速企画からいきたいと思います。本日の企画は NG ワード言ったら即帰宅高級焼肉。お題の通りです。まあ普通に焼肉を食べても思んないでしょ。バックストーリーが伸びんかった。いやあれは分かんないよ。牡蠣だったからダメだった可能性ある。肉やったら伸びるかもしれない。具材があったからあれ俺結構おもろかったよ。いや俺面白かったよ。そうだからまあちょっとこのゲームをしながらなんですけども、 NG ワードゲーム、これはもう何回もやったことありますよね。ものに1人1個 NG、 これを言ったらダメだっていう NG ワードが用意されて、それを言ったらダメだっていう企画なんですけども、今回それを言った瞬間に企画してもらいます。最悪やな。でここの会計はもう絶対に割り勘。これああそういうことか。じゃあ食えないで帰っちゃっても金だけは払わないといけない。そう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 。いや制限時間決めるか。時間でやるだけ。まあ動画で一番分かりやすい晩ご飯の企画やったら1時間っていうのが妥当だと思うんですけど、1時間ぐらいですか。1時間にしてできますか。オッケー。じゃあ今日も楽しくやっていきましょう。エイツショータイム。じゃあ早速メジャーを決めていきますか。どんなんもういく。ここ全部入れたでしょ。ああもうだからこれだけ、これが全文だったわよね。そうかにしようか。あ、逆にそういうまあなんとなくわかる。やりすぎむずい。オッケー。じゃあその上だけのああね、これでいきます。はい。例えばですけど、ああどう？パクでいいんじゃないですか。いいと思う。マジ？まあ。いや全然ラインではあるよね。いいラインではあると思う。これはこの辺いけるんちゃう？まあでもいや。そっちにしようか。そうしよう。これにします。じゃあおのおのの NG ワードが出たということで、乾杯と同時にこれがゲームのスタートでみたいなと思います。1時間みんなで楽しく焼肉が食べれますように。ハセフかワンチャン乾杯あるかなと思ってた。飲むぞ今日は飲むぞ。あ、違う。お前飲むより食うやん。待って、生肉ウニイクラのせ。ああ。なんでこんな顔で気にする。破格ねっていう。1万2個。あ、1個契約。5200円。3人前頼んで。まあそれだけで。まあほぼ6000円。え、分かってる。割り勘やし。いやいや、だから怖いでしょ。給料まだ来てないから。CCC なんてな。CCC なんてから無給で働いてるの。3年来てない。おかしいね。毎月口座がゼロみたいな。OK。やります。サラダ食べたい。じゃあチョレギサラダ3人前と上タン。いいね。ハラミハラミ。あれいく？なんとかかん。食べたい。2人前ください。今1人前でこれは2つ。2人前ライト。2人前。じゃんけんで。よし。以上です。お願いします。みんなでご飯食べるのもなかなかないですから。ないよね。東京ではマジでないですよ。どうなん最近調子はみんな。YouTube の頻度は落ちてさ、まあそもそもなんで落としたかっていうと、こうそれぞれがね、その時間を使ってこう自分にプラスになるようなことをやっていこうみたいな。いえ。まあだいたい約1ヶ月ちょいか。そうですね。期間で言ったらね。なんかちゃんと当てれてる時間。俺はまあ TikTok はまあ手伝ってもらってるけど、全部手伝ってる。まあ手伝ってるっていうか俺の方がやってるから。えそれ何？そのどういう契約なのそれは？契約は本当にないよ。ない。これが。もうこっちから連絡くれる。いついつこういう時ぐらいにやっとかないとやっと受けたらいいっすよねとか、なんか例えばこういうのを流行ってるから振りなんとなく見といてくださいねとかっていうのをやっといて急にバッて取り出すとか、今日早かったから帰りとかもあったりするし、そうそうで、だってさ普通にさやっちゃうな。お好みでわさびをつけしていただきます。いただきますよ。いただきます。いただきます。もう一枚生でいってみてもいい？おー。これはアカウント作ろうじゃん。どう？うまい？うまい。めっちゃめちゃ。うまい。めっちゃめちゃ。あー。ライス中。はい、あ、もうじゃあ回していただきます。はい、チューの手出しちゃう。あ、俺チュー1個もらうわ。誰も食べてる。マジで？ちょっと待って。ライスチューぐらい。ということで、葉月脱落です。マジで？葉月のうまいです。マジで？食べてないのうまいって言って今帰ることだよ。じゃあ葉月お疲れ様でした。全然喋られへんかったし。怖いな。残酷すぎると。罪悪感がすごくて。しかも仕掛けた張本人だった。だから余計に感じたじゃない。そう。葉月めっちゃ楽しみにしてたから焼肉。全然ないかもう。卵までしたよね。うまい。うまトリュフや。トリュフこの辺でさ、時間潰すのって何なの？俺ら関西人あれやさ、この辺で遊んでた経験とかあるの？天使な。この辺で遊んでた。いや俺歌舞伎で働いてましたよ。アウトです。天使の NG ワード歌舞伎。アウト。めちゃくちゃ美味しいご飯。偏った話したらさ、誰かがそれ俺が言うやつさんねと思ってさ、勘ぐってたら悪いになるやんか。あれだよな。何の話していいか分かんない。来年の抱負とか話すよ。年末近い。コーラくやんない。コーラくやんない。コーラで。アウトー。綺麗に決まりました。アウトー。せっかく来たのに。おい。フータの NG ワードは店員さんに何々くださいでした。言うやん。それはせこない。何も誘導もしない。いやでもそれで言ったらうまいは絶対言うからね。お酒飲かんでよかったやんこれ。ああ。俺が一番それ言ってて。で1スプーン1000円。確かに高いねこれ。最高や。いや、俺この3人になると思ってた。いや、俺も思ってなかった。変な感じしちゃう。確かに。俺亮太君が一番休みの日何してるか謎っす。みんなちょっとその時の何してるか謎や。謎。休みの日何してるの？考えたらみんな謎やで。俺結構わかりやすない。なんかやってるよね。いや、じゃあ休みやん。休み。なんかさ。ずっと家いるよ。ずっと家いて天井見て。ほんまにそうなんや。ほんまに天井見てる。最近休みの日とかないし。なんかそのあれかフータと一緒にいるのかとかもあるし、 CCC の休みの日にスケジュールと入れちゃうんですよね。フータとダイスと一緒にしましょうとか。フータとずっと一緒にいて疲れない？最近ね、慣れてきたんすよね。そう慣れるもんだよ。だってもうフータに慣れた組やん。ああ、だってフータ君のことをフータ君より考えてる時間あるっすからね。ね、本当にだって本当すごいよ。この間の大阪車で行った時も風太くん出てる横で、俺風太くんが上げる TikTok 編集してるんですよ。TikTok 編集してるんですよ。はい、アウトー。さあ、この NG ワードは TikTok。やっと言ったね。ずっとさ、まだみんながいた時からずっとジャブ打ってて。あと一杯飲みたかったなー。これで初の2人になる。ほんまにほんま20分普通に飯食うだけ見ねえからね。これさ、どっちから抜けたら1人になる。それはそれで地獄やね。締めなきゃいけない1人で。ほんまやな。僕らも TikTok やんないから。ほんまにそうやで。マジでやってない。やらないとやらないと本当に向いてないもん。自分のさ、今の体作りのさ変化みたいなのあげてたらいいんじゃない？100日後になるとかするみたいな。だからそれのさネタがどうするかに、そう、体の変化、今日は体重何キロでしたって経過するだけなんか、そうね。だからそこに何かを絡めてネタもやっていかなんかや。そのネタが例えば100個やったら100個もうストック作ってる状態じゃないとさ止まっちゃうの嫌やん。それが嫌やん。俺見てないよ俺が。なんか俺に聞きたいことない？聞きたいこと何やろ。話しておきたいことみたいな。いや、そんなに何してるの？お見合いかよ。なんか休みの日できたら何したらいいか分かんないんだよね。分かる、それは分かる。なんか別にアウトドアでもないですか、うん、なんか外出るくなったらマジ4つぐらい予定入れちゃう。午前中から。あ、いい。そう、なんか午前中ジム行って、マダンス行って、で、整体行って、帰りに誰かとご飯。めっちゃ詰めるよな、言って。詰めるな。なんかそれがちょっと一種の快楽なんだよね、俺の快楽。なんかスケジュール帳をバーって分刻みで入れるのが、うわぁ、そういう人おるよなと、ハマったっていう。量がマジ謎に。だから俺何も知らない。ほんまに何も知らないから謎も何もない。家にいたら何する？家におったら漫画読んで、ネトフリ見て、しかしやん、ウーバー頼んで、ウーバー頼んで、そこんで気持ちついた一生そばから動かんと時間になって何？油多いし、めっちゃ多い。油食べたら取れるんじゃない？違うの？分からへんけど。でもなんかタンパク質で畳むとかや。うん、確かに。あれ筋肉でしょ。タンパク質って脂肪になるのかね。あ、そうやんな。だから米いっぱい食べてって言われて。めっちゃ食ってるよな。もうだって俺晩飯2合炊いてるからな、ご飯。すごい。なんで逆によく食べれるね。頑張って、無理して無理してっていうか、なんかだんだんいいんじゃなってきて、多分まあそれは慣れてきてんで、今さ増量企画でもさ、ゆくゆくはさ肉体を作る方になる。改造企画そこまでいく？え、行く。おうそ。え、もうどうせあ、でもほんまにこんだけ食べててマジで体重変わらへんかったらもう速攻やめんだよ俺。マジでもう速攻諦めるから。どうしたらもうエンドレス増量期とかやる。いや俺待て無理です、もう食べれません。あの動画めっちゃびっくりしたんじゃん。ピオタファンとかのさ、ああ言うとったなあ、ご報告がありますって。まあでもみんなの演技も下手、俺もみんなも演技下手すぎて笑ってたんだけどな。でもあのサムネとタイトルだけ見たらさマジでやめんじゃないか。そしたら何つったんだっけあの時、何だっけな、こうやって「あー」ってさ、なんか叫んで「お願いします」アウト。終了。残り9分ですね。いいよ。まあまあ見たよ。もうめっちゃ食べた。もういいよ。何も考えなかった。絶対言わしにとったよな。前な。最後までちゃんと企画やろうと思ってた。ずっとだからもう20分ぐらい前からずっとこの話。ほんまや。全然飯食ってんのに太らない。ほんまやな。いやもうちょっと話したかったけどな、亮太と。あ、また。わまた。じゃあ遠征なんで。はい。また明日。朝にね。新幹線の切符忘れないように。あ、わかりました。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちゃんと撮れたら作ってください。もうええや。準備だ。はい、というわけでですね、常に脱落しまして、幸いなことに頼んだ量もね、ちょうどいい量だった。特に何か残すこともなく、完食。しそうです。あとは残り全部僕が食べます。というわけで以上ね、応援してくれてる視聴者の皆さんがいてくれてるので、たまにいいねになってますけれども、YouTube の投稿が変わらず僕たちのやりたいこととしてできているのがすごくみんなに支えられてるからだなと思います。もうすぐね、今年も終わりますけれども、来年もね僕たちのペースで皆さんに YouTube っていうコンテンツも楽しんでもらえるように頑張っていきますので、とりあえずは12月8日のねワンマンライブ、チケットももうソールドアウトしてますけれども、そこに向けてあとちょっと走り切って、そして今年いっぱい年内ね、また年末の方、クリスマスとか年末の方もね楽しい企画上げられたらいいなと思ってるので、ぜひそちらも楽しみにしてもらいながら、今年しっかり走り切って、また2024年も、CCC として、もう一個上のステージに上がれるように頑張りますので、引き続き YouTube の方もよろしくお願いします。よく頑張った俺。一人焼肉は別に好きなんだけど、6-5は1の一人焼肉は寂しいな。持つべきものは友だな。